ます。また日にち数え忘れてたっす。数え間違えたっすね。コンテストまで。今日は有酸素なしでお仕事行きます。はい。なぬ？はい。朝ごはんはマグロの焼いたやつと納豆。オートミールです。やばい、時間がないんで。弁当は作り終わったんで、ご飯食べて着替えてすぐ行きます。やばい。ああ、まだあります。エビオス城。3、6、10、10錠で一気に飲むってやばいよね。やばーい。急いで行かないといけません。多分間に合う。はい、着きました。今日も一日頑張りましょう。昼まで連続でやって、ポージング練習会に参加します。はい、はい、せーの、はい、1、やばい、うん、3、4、5、6、7、バック閉めて、8、9、10、 OK、 Thank you。 いい午前の部終わりました。今日ももやしと胸肉とアスパラガスと、なんだっけこれ、えのきじゃなくて、まあいっか、これマジ美味しくない、これ。うわ、まず。あー、やば、味付けしてこればかった野菜。マジ濃く。芋。こいつだけで俺を癒してくれるの。あー、うまい。あとはマジ、うわ、カリフラワーだ、カリフラワー、やばい、これやば、うわ、せーの、パーソナル終わりました。お疲れ様です。昼ご飯です。プロ野球選手です。どんな感じで喋る。はい、今からポージング練習会に参加しに行ってきます。ちょっと混んでて間に合うか不安ですが、まあ多分大丈夫。ちょっと心配ですね。楽しみです。では、お願いします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4。やばい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、1、2、3、4、5、6、7、8
きつい。ありがとうございます。ポージングセミナー終わってビジターでジム使ってきました。温泉もあってきつい。温泉苦手なんですよね。足トレしてアブローラーして有酸素30分してその後、風呂入ってサウナも入ったんですけど、ね、ダメっすわ。沖縄県民は湯船入らないんですよ。自分の家も湯船ないんですけど、久々に入るとね、もう疲れだるいっす。早く寝るっす。はい、帰ります。はい、ちょっとお腹すきすぎてやばいんでここでご飯を食べます。もう1日で食べる量は決めてるんで、これ食べたらもう今日は寝るしかないっす。明日から炭水化物量をだいぶ減らします。なんでこんな競技やってるんだろうって思う時あるよね。たくさん食べたい。大会出るとこの悲しくなるよね。食べたら帰ります。帰ってきました。眠たい。家事終わったんで、SNS 更新して寝ます。おしまい。チャンネル登録してね。絞れる気しね。明日から食べる量減らすんだよ。しんど。おやすみ。